クルト・ゲルシュタイン・クルト・ゲルシュタインは、ナチス・ドイツ武装親衛隊衛生研究所所員。親衛隊での階級は、親衛隊中尉、ベウジェスト・トレーブリンカにある絶滅収容所での大量虐殺を奉助した。彼は、スウェーデンの外交官や、ローマ教皇ピンス12世に近いカトリック教会の人々と接触し、ホロコーストの事実を国際社会に知らせようと試みた。 1945年にはホロコーストに関する、いわゆるゲルシュタイン報告を書いた。その後自殺した。ゲルシュタインは1931年に高額の学位を取得した。在学中は、ゲルシュタイン家の他の男性と同様、学友会のメンバーだった。1933年、国家社会主義ドイツ労働者党政権の鉱山監督官となり、入党した。 経験なプロテスタントでありキリスト教青年会のメンバーであった彼はナチ政権と衝突するようになった。最初に逮捕されたのは1936年9月4日である。5週間の拘禁の後、ナチ党を追放された。1938年7月には再び逮捕されたが容疑なしとして6週間後に釈放された。1937年9月4日からは、 中便現大学で医学を専攻した。1941年初頭には、新英隊に入隊し、専門消毒局長に出世した。そこでは絶滅収容所における大量虐殺に関する技術面で、オディロ・グロボクニクやクリスティアン・ビルトと連絡を取っていた。ゲルシュタイン自らの心の内でのキリスト教的価値観の追求と、カトリック教会に知らせることでホロコーストを、 暴露しようとして、新兵隊を裏切った究極の決断を描いた、ウルリヒトクル主演、コスタガブラス監督のセミフィクション映画、ホロコースト、アドルフ・ヒトラーの戦礼マイナスが2002年に公開された。2005年度全米図書賞を受賞したウィリアム・ T ・ボルマンチョ、ヨーロッパ・セントラルでは、クリーン・ハンズという題で、ゲルシュタインについて55ページが咲かれている。ありがとうございます。